こんにちは、ミカです。日本一優しい本格パン作りの教科書レーズン工房編が出版されました。これまで1万人以上の生徒さんにお教えしたパンの中からえりすぐりのパンを皆さんにご紹介していきます。ではミキシングをしていきます。水分ですね。袋の中にはお塩を含む粉類が入っています。そちらをよく混ぜていきましょう。よく混ざりましたらタッパーの方に粉類を入れていきます。ゴムベラを使ってよく混ぜていきましょう。粉気がなくなるまで混ぜていきます。水分の方はレーズン酵母 35g、 水 100g、 コントレックス 25g です。粉類の方はリスドール純強力粉、フランスパン専用粉ですね、こちらを 190g、 イーグル強力粉です、 20g、 塩 3.5g です。角のところにお粉がね残りがちですので、しっかりねそちらもね取っていきましょう。水分がなくなったけれどもまだお粉が残っている時には生地をね少し広げてあげながらお粉を混ぜ込んであげるといいですよ。まだねお粉が残っている時には生地をねひっくり返してあげて混ぜていきましょう。真ん中にね結構溜まっていることがありますので気をつけてあげてください。はい、生地が混ざりましたのでそろそろ伸ばすという作業をしていきます。生地の4分の1ぐらいをゴムベラに引っ掛けてゆっくり伸ばしていきます。場所を変えて2回目、伸ばした後はね2通りにしていきましょう。タッパーを回しながらやっていきますよ。切れちゃっても構いません。まだねグルテンができていないのでブチブチ切れちゃうと思っててください。はい、4回やりましたら OK です。この後室温で20分置いておきます。室温というのは18度から24度ぐらい、私たちがその場所にいて心地いい温度にこの子も置いといてあげてください。20分経ちましたので1回目のパンチをしていきます。生地のね様子が変わったのをね確認しながらやっていきましょう。4分の1ぐらいをゴムベラに引っ掛けてゆっくり持ち上げていきます。ちょっとねはみ出ちゃいましたがね画面からね。はい、2回目です。さっきよりね生地が伸びるようになりましたよね。生地もとっても滑らかになってきました。タッパーを回しながら4回やっていきます。4回やりましたらまたね蓋をしてあげて室温で20分置いておきます。2回目のパンチをしていきます。はい、また4分の1持っていきます。すごい滑らかですよね。どうしてもフレームアウトしちゃいますね。はい、こちらをねまた4回生地を伸ばしていきます。4回生地を伸ばしましたらタッパーに蓋をしてあげて室温に置いておきます。だいたいね生地が2倍ぐらいになるまで室温に置いておいてあげてください。温かいところにね置いといてあげると発酵が早いです。室温に置いておいた生地が2倍ぐらいになりました。今まで室温に置いておいた時間と冷蔵庫に置いておく時間合わせて17時間から24時間置いておきます。はい、17時間経ちました。冷蔵庫の中でもね少し膨らんでいます。こちらの生地を出していきます。生地の表面に内粉をふるっていきます。内粉はリスドールを使っています。カードで生地とタッパーの間に隙間を作っていきましょう。タッパーをひっくり返して自然に生地が落ちてくるのを待っています。網目がね綺麗ですよね。はい、こちらを分割していきます。1個 124g、 3分割していきましょう。まあね、5g 以内のね差だったらいいですので、なるべく綺麗な四角になるようにカットしていきましょう。すごいねベタつく生地なので内粉のついてるところを持ってあげるといいですよ。はい、プレ成形をしていきます。ちょっとね四角にしてもらって角と角をね少し合わせていきます。つままないでくださいね。はい、1箇所だけです。角と角を合わせてあげてください。でこの状態で室温で10分置いておきます。はい、10分経ちました。まずキャンバス地を用意していきます。端っこをね裏側に幅2センチぐらい、蓋
2つ折りにしていきましょう。で、私のキャンバス地は硬いのでピンで留めておきます。こちらを用意しておきます。はい、10分経ちましたので成形していきます。テーブルに打ち粉をしましたら、生地全体に打ち粉をねつけてあげてください。はい、生地をね向こう側から半分持ってきて親指でグッとします。そしたらねまた2つ折りにして合わせ目をしっかり閉じましょう。で、両サイドが細くなるように生地を転がしてあげてください。で、閉じ目を真下にしてキャンバス地に乗せていきます。もう一回説明をしていきます。テーブルに打ち粉をしましょう。ちょっとね多めにしましょう。生地ベタつきますのでね。打ち粉の上に生地を持ってきてあげましたら、生地全体にね打ち粉をつけてあげてください。はい、そうしましたら向こう側から生地を半分持ってきて、生地の端に親指を添えてぐっと向こう側に押します。さらに2つ折りにして生地の合わせ目をしっかりね閉じてあげましょう。両サイドが細くなるように少し転がしてあげたら、閉じ目を一度真上にしてキャンバス地に乗せるときには閉じ目を下にしていきましょう。はい、別の角度からいきますね。テーブルに打ち粉をしていきます。生地を持ってきて両面に打ち粉をくっつけてあげてください。ベタつくところがない方が作業しやすいです。向こう側の生地を手前に持ってきてグッと押してあげてください。さらに2つ折りにして合わせ目をしっかり閉じていきます。グッと押すときにはね、親指を生地に沿わせるようにしていきましょう。両サイドが細くなるようにしっかり転がしましたら、キャンバス地の上に乗せていきます。周波光に入ります。35度で30分です。で、この間に余熱を入れておいてください。オーブンに天板を入れて、ご自分のオーブンの最高温度で余熱を入れましょう。ここでちょっとお知らせです。もっと詳しくパンを学びたいという方向けに通信講座をご用意しています。イラスト入りのレシピと動画を見ながらご自宅で学んでいただく講座です。この YouTube チャンネルでは紹介していない美味しいパンの作り方はもちろん、いろんな角度から撮影しているので、より分かりやすく気をつけてほしいポイントを詳しく解説しています。何度も見ながら確認して作ることで上達するのも早くなりますよ。詳しいことは概要欄に載せていますので、ぜひご覧ください。10分経ちました。発酵完了の目安は、指にお粉をつけて生地を押してみて指の跡が残る、もしくはゆっくり生地が戻ってくるようになれば OK です。そしたら生地をオーブンシートに移していきましょう。このバケットは底の方にクープを入れていきます。なのでね、移し方がねちょっとねいつもと違いますよ。一度生地を左側に転がしてから生地取り板に乗せていきます。そうすることでオーブンシートに乗せた時に閉じ目の方がね上になってるっていう状態になります。移し終えましたら、左側を手前の方になるように生地を回転させます。打ち粉をふるっていきます。あまり振りすぎないように気をつけてください。均等にね振っていってくださいね。はい、クープをね1本入れていきますよ。クープナイフはお持ちはない方は、ペティナイフとか100円ショップに売っているねカミソリなんかを刃をね少し出して使っていただいても OK です。はい、真ん中に1本スーッと入れていきましょう。そしたら焼いていきます。はい、オーブンに入れていきます。温めておいた天板の上にオーブンシートをかぶせた生地をスライドさせて入れていきます。で、シートが外れないように磁石で留めましたらスチーム入れていきます。私は 50cc の熱湯を入れていきますが、電気オーブンの方は5分スチーム入れていきましょう。このまま最高温度で5分焼いていきます。はい、5分経ちました。オーブンシートと磁石を外していきます。で、この後ですね、230度に温度を下げて8分さらに焼いていきましょう。楽しみですね。はい、焼き上がりました。生地を出していきましょう。いい色に焼けてますね。食べるのがね楽しみになってきちゃいますね。はい、こんな感じで焼けています。美味しそうですね。はい、しっかり冷めましたのでカットしていきます。どんな風になってますかね。
ちょっと私ね、動画を撮ってるんで、こう立てて切ってますけれども、皆さんはね、寝かして切ってくださいね。指切っちゃったら大変ですのでね。怖いですよ。はい、どんな内装になってるか楽しみですね。じゃあね、開いていきますよ。はい、こんな感じにね、綺麗な気泡ができています。で、これね、リベイクしてもらってもいいですし、ここにチーズを乗せて焼いてもらってもとても美味しいです。ふかふかですね。押しても戻ってきます。こちらのバケットは日本一優しい本格パン作りの教科書、レーズン工房編に載っています。ぜひ皆さんも作ってみてくださいね。ではまた。